そうなんですよ。なのでちょっと待ってくださいね。ツイートしなきゃいけないらしいのでツイートします。てるんですけどねって感じなんですけど、しょうがない。マックミックさんハートありがとう。アーニャパパさんハートありがとう。サプライズレバーさんキノコリスありがとう、ありがとうございます。そうなんかダメらしい言わないとダメらしい。グーさんハート、熊高さん、キノコありがとうございます。オリビエさん、キノコありがとうございます。します。はい、OK、 じゃあしていきたいと思います。なおさん、きのこ。トラックやろさん、毒きのこありがとう。のんたさん、きのこありがとう。トラックヤロさんハートありがとう。何？今日が期限だと投げちゃう。何が、なんか期限なの今日。なおさん、ももてんさん、きのこありがとうございます。エバーストップさん、結婚してありがとうございます。機嫌悪そうだって機嫌悪そうに見えるらしい今日。そのコメントが一番機嫌を悪くさせる私の聞いてください皆さん。え、最悪なんですけど、めっちゃドローきた。何？最悪。聞いてください、蚊に刺されましたみたいな、めっちゃ腫れてるんですけどみたいな言ったじゃないですか。見て、もう真っ赤っかかわいそう。え、全然書いてないのに真っ赤っかになりました。こんなに書いてないは嘘なんですけど、1日5書きぐらいはしてるんですけどわあ真っ赤なの。そう、ポンポン。今日もこれで冷やします。蚊です、絶対。え、蚊じゃないってことある？逆に。家にいて蚊じゃないってことある？そんなことある？いやでもいつもこうなんです。私蚊に刺されると。そう、かゆいし、もう蚊だなって分かってる、蚊に刺す、蚊だって分かってる瞬間あるじゃないですか。それとかを見て、あ、蚊だと思って、刺された後にそこ見たら、いや刺された後にそこ見たら蚊なの。え、なんていうの、こうなるの。ちょっとここまで広がったことはないんだけど、ちょっと正直びっくり。こんなみたいな感じなんだけど、そう
そうなんです。だから今日はずっとこう保冷剤で冷やしてました。うん、お風呂に入っても収まらないの。そう、悲しい現実。めっちゃここ洗いました。あのあれでなんだっけ、ボディーソープでめっちゃ洗って、なんか中からその蚊が入れた毒みたいなやつを出した方がいいのかなと思ってめっちゃ洗ったの。そう、無比もめっちゃ塗ってるの。なのにでも初めて、今年初めてこんなにボンボンになるの。いつもはてか私去年までの3、4年ぐらい刺されなかったんですよ、一回も。多分大学生活ほぼ一回も刺されないみたいな。で多分4年間で片手で数えれる程度しか刺されてない。なのに今年めっちゃ蚊に刺される。どうして？やだやだ。カズさん、ウィンティアさん、ハートありがとうございます。マサルンさん、赤だるまありがとうございます。スキップしてみる？ヨルガオさん、ハートありがとうございます。やばいよねこれ、ちょっとかわいそうだよね。本当にかわいそう。自分かわいそうだなって思ってる。うん、でも皮膚科に行って何になるんですか？質問、逆に質問、違うの。なんか皮膚科をアンチしてるわけじゃなくて、皮膚科に行って何になるの？どう、何って言われるの？こういう場合、あ、塗り薬出しますって言われてもさ、無比効かないしさ。聞かないのに蚊に効く薬ってあるんですかって感じ。そう、無比の信頼度高いっすよ。富山県民の無比の信頼度舐めないでください。富山県民の無比への信頼度もやばいんですからね、うちら半端ないよ。無比聞かなかったらもう何も聞かないと思ってる。無比富山ですよ。知らずにみんな無比使ってたの？やばい。ちゃんと富山にお礼言いながら無比使っ、あのこう富山の方見ながら無比塗ってほしい。こうやってありがとう。うん、本当に。わ、YKK には、そうですよ皆さん、 YKK さんにも感謝してほしい。
YKK さんがなかったら今頃みんな雨ざらしだからね。そう、雨ざらしだし、お洋服だってチャックない状態ですから、皆さん服のチャック閉めるとき、富山県ありがとうって富山の方向きながらこうやって閉めてください。ともゆきさんハートありがとうございます。ありがとう。この間どこ出身ですかってなった時に、あ富山ですってなって、富山ってなったので、あ石川の隣ですって言ったらめっちゃ分かってもらいました。悔しい。悔しい。ハルピョンの犬さん、ダニさんハートありがとうございます。マサルンさん赤バラありがとうございます。はい、まあ、富山の形わからない人にはだいたい石川か新潟って言えばとあれ伝わるんですよ。そうで、石川も新潟もわかんない人はあの日本地図でこうやってなんかこうやって出っ張ってるとこあるじゃないですか、あそこの近くですって言います。それが一番伝わる方法。富山って何があるの？ハルピョンがいる。はい、最高。イエーイ。やったね。前髪。ホタルイカ富山。ホタルイカ富山です。髪。前髪だけ整えようかな。カンブリありますね。美味しい。大好き。行きたくなった。ぜひ9月の何連休かありますけど、その時にでも来てください。ハルピョンに会えるならすぐ行くだって。そこら辺歩いてるから、そこら辺歩いてたら会えると思うよ。うん。
旦前髪だけ整えた。一旦前髪だけ整えて、あとはズボン終わってから何分ぐらいまでやろうかな。ドボンタイム。あ、まほちゃん。なんかまほちゃんと最近めっちゃ合う。なんで？あれ、遭遇確率高いんだ。やっぱピョンで押してんのかな、まほちゃんも。どういうこと？ピョンで押すからどういうこと？喋んのやめよう。先輩にドロー2をぶつけるなんて許さねえぞ。怖。この先輩怖。全然関係ない人が上がっていきました。真っ赤か。熱持ってます。ちゃんとちゃんと熱持ってます。そう、 iPhone15 皆さん発表になりました。というか、あの、私5時ぐらいにツイート更新したと思うんですけど、なんでかっていうと痒くて起きました。これが痒すぎて起きて二度寝しました。あの後ちゃんと二度寝したんですけど、あの、15出ますね。出ましたね、いろいろ。いや、まあ私は正直別にプロとか、そう、なんかプロマックスとか、そこに、そのめっちゃなんて言うんだろう、そこへの重要性をあんまり感じてないので、そう、プロとかプロマックス買うんだったらハロピョンのお話し会待ってのよみたいな感じなので、そう、お話し会待ってのよって感じなので、正直ね。だから私は普通に携帯がもうバッテリーがもう終わってるので、そう、携帯のバッテリーが終わってるので、もう買い替えの時期だなって感じで、だからどっちにしろ買い替えるぞって感じなんですけど、シャッターチャンスを逃したくない。だって撮る機会なくない？別にある？だって波動だって出るか分かんないしさ、コンサートだってそんなチーム解体されたからある？エイトのコンサートだってないし、撮る機会あんのかな。なんかめっちゃ言われるんだよね、ハルピョンのこと撮りたいんで15プロにしますみたいな、プロマックスにします。撮る機会多分ないよ。いや、あるのかな、わかんない。あったらいいねって感じ。そう、そうなんだよね、今までのケーブルがね使えなくなっちゃうの。でもどっちにしろ私は多分これで、あの、この iPhone 今使ってる12で配信をすることになるので、そう、そしたら
私なんていうんですか、こうなるじゃないですか。これこの充電器は使わなきゃいけないからまだ捨てれないの。そう、 iPad mini もパソコンもタイプ C なんですけど、そうむずい。卒業の匂わせじゃないです。私はまだまだアイドル続けたいと思ってます。はい、私はね事務所が続けさせてくれるかは知らないけど、私はまだまだアイドル続けたいよって気持ちでいっぱいいるで、いっぱいなので卒業の匂わせとかじゃないです。はい、いや普通に使う機会あるかなっていうのは疑問。そうそうそう、普通にだって次の波動も、まず次の波動さよならじゃないなかったし、うん、だからまずい、わかんない、機会あるといいね。気持ちえ、思った10年桜何なんか本気出してきたやんって思いました。ゆきりんさんとみーよんさんとゆいりーさんでしょ。もう10年桜何本気出してきたやんって思ってめっちゃビビった。え、でもさ前回うちらが2位になって3ポイント獲得したおかげで、あの今日の試合結果含めなかったら2位だったんです。すごくない？今日の試合結果で多分変わると思うんですけど、波動ボールで勝負できないよ。もうスーパーボールもう全部中年桜でしょ。だってゆきりんさんのあれを見たわもん。私たちはもう一緒のチームで、あ、こうやって波動ボールって集めるんだってはい、16年のなんか強さってすげえなって思ったうん、キリンさんにボールあげるなら許しますか？だってえ、まず行くことが意味がわからないですよね、私が出ないのにえ、はい、私が出ないのに行くことがよくわからないですよね。何をおっしゃっているんでしょうかって感じです。でも次回のさよならじゃない強いよ。フラノ、小栗、徳永強っ。フラノ、小栗がもう強いからね。ゆいゆいも意外と波動めっちゃ強いっていうのがね、そうチーム B で一緒に出た時に知ったの。やっちんさんハートありがとうございます。ありがとう。君の仇は私が打ってあげる。あ、ごめんピョンズの人がドロー3食らってたから仇打ってあげるよって、私その人にドロー3抱きしたら
もうその人がもう一枚ドロースリー持っててドロースリーかぶせになっちゃった。ごめんごめんってごめんって本当に。でもドボンするから大丈夫。その人のことドボンした、大丈夫大丈夫。敵ちゃんと取った。てかあの知ったかぶりのその下にみたいな MV。あれ私 iPhone15 の話ちゃんとしてないの。 iPhone15 ですよね。 iPhone15 は可愛かったです。最高、めっちゃ知らん。なんかプラスと何が違うのかなと思ったら、なんか充電容量と大きさぐらいしか変わんなくて、他あんまり変わんなかったから、別に15一番安いので、一番安いって言っても結構するんですけどね、一番安いのでって気持ちです。てか、そう15と15プロ以外はなんか全部黒とグレーみたいな、なんかちょっとご所望じゃない私って感じなので。何色買えばいい？だってもうハルピオンとお揃いにしたいんだったら、もう 300% であの色って決まってるじゃないですか。私のサイリウムカラー足して割ったらあの色になるでしょって色です。はい、カラーでしょ。iPhone ケースはしますよ。でも私はこう透明のケース使ってて、ここら辺も白見えるし、ここも白見えてるから、そうちょっとここはもう黄ばみに黄ばみすぎてもう白なんか黄色ぐらいになってるんですけど、でもそうだからピンク、あ言っちゃったです。ケースにお金をかけない主義なんですよね私。これ100均の透明ケースです。iPhone ってなんであんなに高いの？ SD もないのに。パソコン買うわ。パソコン、じゃあパソコン買ってください。はい、 iPhone 買わなくていいよ、パソコン買ってください、どうぞどうぞ損してください。ケースにお金かけない。昔はケースバカバカ買ってましたそう、でも思ったんですよね、透明ケースにしとけばなんかこれ入れたいなとか、このじゃあこのステッカー入れたいなとかっていう時に毎日変えれるじゃん。毎日ステッカー変えれば毎日変えれるんですよ。そうだから、ワオライブ今見てみよう一瞬、どうなってる、まだやってる波動。10時ぐらいまでいつもやるよね。あもう終わったんだ、もう終わったんだ、
3位だったんだろう。まあいいかまあいいか勧誘。でもね、刺された箇所ここだなって分かるようになってきた。ここそう、こうなったらもう治りかけの合図です。桜が優勝。あ、そうなんだ。なんかでも最近固まってるらしいですね、出る人。他のチーム、うちらのチームは多分人が多いからか、うちらのチームなんかいつも、え、私また波動出るんだって言ってる人が結構ちらほらいて、え、いいな、羨ましいと思いながらえ、いいな、うちら全然回ってこないんだけどと思いながらその嘆きを聞いてますそう、何が好きって、みんなが写真撮ってくれるのが好き。そう、8回いつなんだろう、まだ油断はできない。いつって出てた、私仕事入ってんのかな。ダイヤ、ここはパス。ドロースリーチャンス。ドロースリー、残念。10月5日、暇な気がする。あれかな、次の日ほらうちら千秋楽だから、体調万全にするようにっていうあれかな。あ、でもどっちにしろ10月5日はないのか、うちらさよならじゃないがまずないのか。そうだそうだ、で21はだって B 公演があるから出れない。あ、仕事だ、出れないんだよ。ハルピョン、そう、そう、仕事で出れないんだよ。波動も十分仕事ですけど大事な、え、でもレミタンとユイユイ出るよね。ってことはレミタンとユイユイは公演、 B 公演出ないってことか、この日。そうだよね、すごい、そこでメンバー予想しちゃってる完全に私今誰が出るんだろうって。ってことはセンターくるちゃんでしょ。でも2番目のポジションは分かんない、キャプテンポジションは、まあゆきりんさんかなあみんかどっちか分かんなくて。ってことは3番まほちゃん、4番はるぴょん、5番きょうかちゃん、6があやなさんしかいない、7がもう水にしかいない
8位みなみちゃんしかいないでしょ。メンバーバレしてるやん。わかんない、誰かがなんか違うとこ覚えてくるかもしれない。それはちょっとわかんないけど、メンバー発表前にメンバーバレしてるやん。21日の公演、え、次の波動21日って言いましたよね今。はい、予想できました。やばい、そんなこと言っちゃいけないんだよ。分かっても言っちゃいけないんだよ、ハルピョン。本当にも、無駄に頭が切れるやつだ。LINE が70件ぐらい溜まってるんですけど、ほとんど公式 LINE なんでいいんですけど、70件ぐらい溜まってます。します。てか作業してからメイクにしよう。ドボンはあと3回で終わり。これ合わせずに3回。撮影とか人に会うやつとかじゃなくて、なんか出さなきゃいけない動画みたいな。もう分かると思うんですけど、察しのいい人は、察しのいい人は分かると思うんですけど、出さなきゃいけない動画のためのあれです、メイク。そう、この間の B 公演のさ後に撮ればよかったと思って、めっちゃやらかしました。あん時に撮っとけば今日無駄にじゃない、無駄じゃないんですけど、やっぱさ、なんていうんですか、メイクするのは全然好きなんですけど、メイク落とすのが一番嫌いなんですよ。そう、しかもアイドルメイクだからさ、 B 公演の時は髪もしてもらってるから可愛い状態でできたのに、もう私の自メイクで自分で髪の毛やるのなんてもう超はぁって感じで、もまあ大好きな、大好きな、大好きなとか言っちゃった。やばい、バレる。何の動画ってバレちゃう、やばい。大事なね、大事な大事な動画なので、いや、ピョンムービーならいくらでもすっぴんで撮るんですけど、さすがにドーンって、まあオンデマさんに全世界に配信されるわけじゃないですか。大に無理ですよ。あと1枚なの。
く、この人が全然上がらせてくれないねえ。そんでドロー3来た、もう無理上がらせて。よし、上がれる、上がれた。しかも最後に持ってたの1だったから、絶対に最後のドボンもされることなく上がれました。バンザーイ。プレゼント開封を明日しなきゃ、やばい。3袋ぐらい溜まってる溜まってるっていうか、そう、この間久しぶりに劇場出たら、ファンの皆さんからたくさんいただ、あの、たくさんファンの皆さんがプレゼントしてくださっていて、そうなんですよ。3袋、まあ2袋トートバッグ2つ分ぐらい、そう。え、マジで腕ちぎれるかと思ったそう、でもまた次 B 公演いつあるか分かんないし、もそうって思って、もう頑張ろうと思って。嬉しい。でもプレゼント、プレゼント、最高最高とか言って、本音漏れた、やばい。ちょっとずつ赤み引いてきた。多分明日には治ってるな。いけそう。ラスト1回。嘘、もう一回やるね。誰もいなかったから寂しい。ちょっともう一回やる、ごめん。身近なバナナちゃん、ハートありがとうございます。コノさん、赤バラありがとうございます。二の腕食べたい。もう食べて、ここマジで本当に、肉ごと食べてほしい。マジ、うち二の腕太すぎて、二の腕みんな食べていいよって感じ。どれだけでも二の腕あげるから、食べたい人マジで寄ってきて、お願い。いいよ、あげる。ただしちゃんと噛みちぎっていってねちゃんと噛みちぎっていってね。ここにブラーンってずっとぶら下がってんのやめてくださいね。よし、ラスト1回いくよ。やっちんさん、ハートありがとうございます。 A ダッシュさん、毒キノコありがとうございます。キノコ、毒キノ、毒キノコ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 、いきます。髪の毛もお土産に、いいよ。ゴミ箱に入ってる髪の毛いっぱいあげるって、あげるって、自腹って。やばい、3対9で勝ってるホークス、嬉しい。あとワンアウト。
きさん、怪しげなライトありがとう。ホークス調子上がってきた遅いんだけど。でも今宮さんがね今月めっちゃ打ってるんですよ。勝った、最後の最後上がりトップオンタイムありがとう。またなんか気向いたらなんかやってるから、またぜひ。みんなも仕事なんか疲れちゃったって思ったらちょっとドボン開いてみて。バイバイになってなかったらやってる証拠なんで。ぜひ。すごい3対9で勝ってる。そう、今日私ゆいちちゃんと初めて出会いました。ドボン。ゆいちちゃん、山口ちゃん、勝った？よかったよかった。最初の1回に3点取られたっきりだったんだ。なんか最初3点取られたのは知ってて、4点取り返したのも知ったんですよ。そこまで知って、そっからどうなってたのか知らなかったから。いやもう私が見たら負けるんで見ないようにしてるんです。もう勝ち確ぐらいじゃないと見たくないそう、勝ち確なんてないんですけどね。よかった、高峰。ということでちょっと高峰だけつぶやいて、作業、まず作業します。作業って何って感じだと思うんですけど、まあとある作業です。ちょっとね今回はねなんかね、いや普通じゃね、つまんないじゃないですかそう、とりあえず後でメイクします。映るかなこれ。太い方がいいよね絶対。待って、裏写りセーフ。ハルピョン本気出す。ペンで書く音好き？マジ？結構今日、今からまだまだ続くよ。
をしているかは秘密です。だって意外と時間かかるかも。出してない夏休みの宿題、はい。くじの大吾さん、きのこありがとうございます。いや、いいです、別にバレても。まず普通に書こう、後でにしよう。ダメだ、一緒にやった方がいい、バランスが分かんない。ピョンちゃん、はい。これめっちゃ時間かかるな。慣れてないよ。まだ6分の1しか終わってない。まだ全然、まだまだちょっと終わろう。メイクします。このカキカキは後にする。だってみんなのコメント見れなくなる。メイクはみんなのコメント見れるから、配信しながらでもいいや。いつきさん、ハートありがとうございます。そう、ちゃんと今日中にやるから。そう、でもどうせあれなので、画面を通すだけなので、そんなガチではやらないです。え、もうすっぴんでいい？ダメ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 、よくないよくない。アイシャドウとリップとくらいかな。眉毛はいっか。アイシャドウと、いや、眉毛はパウダーだけ塗っとこう。アイシャドウ、リップ、ち
簡単にね、簡単なね、簡単に、まつげはギャンギュンギョンでいきたいと思います。眉毛はもうなんとなくちょっと色入れてピンクにするぐらい。 OK、 マツパはまだいかない。仕事がないから行かない。アクアムーンラビットさん、キノコありがとうございます。プルールピョコポコさん、キノコ毒キノコありがとうございます。ありがとう。もうそろそろね、眉毛のね、描くやつがなくなるの。そう、あとこんだけしかない、見て、あとこんだけしかない、眉毛描くやつ。やばい、これめっちゃ良かった。何かというと、ファシオってとこのアイブロウペンシル。そう、あんま描かないんだけどね、毛先だけちょっとだけ綺麗にするだけ。今日はゆきりんさんのユーライクを使っていきます。ユーライクは配信中に最も使いやすいアイシャドウ。なんでかっていうと、ここに鏡がないからもうこうやって出しても気にすることない、気にしなくていい。そう、ユーライクじゃないや、ユーピンク。ユーライクはカメラアプリだ、間違えた。ユーピンク、めっちゃありがたい。そう、もちろん鏡がついてるアイシャドウはアイシャドウでありがたいんですよ、めちゃめちゃ。なんでかっていうと、こう大きい鏡を持っていかなくても、メイク部屋、メイク道具部屋に、メイク部屋に大きい鏡持っていかなくてもいいから、そう、めっちゃありがたいんだけど。でも配信の時とか、この色を使ってるんだよっていうのを見せれない、みんなに。でもユーピンクはそれができる。あきらさん、毒キノコありがとうございます。やっぱこれから今メイクしてたらみんなどっか遊びに行くんだねって思うよね。でもハルピョンってそういう人に思える？こんな10時からさ、10時から友達と遊びに行くような女に見えますか？そんな友達がいると思って？めっちゃみんな言ってるけど。
そんな友達がいると思って、いると思ってるんだったらなんかその期待に添えなくてごめん。その期待に添えなくてごめん。残念ながらいないんだ。西麻布行っちゃダメです。だって西麻布ってどこですか？何区？何区って言われてもわかんない。私がわかるのはあこだけ、あのどこだっけ、ドンキあるとこだけ。ドンキあるとこが何区かもわかんない。ドンキはいろんなところにあるよ。だって AKB メンバーがドンキって言ったら1個しかないやん。秋葉原に GU できたよ。だって秋葉原に GU どこにできました？どこって言われてもわかんないやん。ドンキから何メートルぐらいのところにできました？喜んした。待って。もういいや。乗っちゃった。本当はビューラーをしてからこのまつげ美容液を塗ってマスカラをする予定だったんですけど間違えました。
順番ミスった。徒歩2分。600メートルって徒歩2分で歩ける距離？え、いける？結構じゃない？600メートルってめっちゃ早歩き？そんなことない？マスカラ？でもさ、映像ならマスカラしなきゃ。てか無意識に書いてた今、やばい。冷やさなきゃ。600m 徒歩2分って来たんだけど、めっちゃこの人じゃ足速いってことやん。大股、大股歩きちゃん。怖い？瞬きしちゃった。マスカラ塗ってる途中に。いや本当はね、あれをしたいんだよ。マスカラをね、タバタバにしてみたいの。ちょっとやってみるね。むずい。みんなどうやってやってんだろう。こうやって。ちょっとできた。ちょっとずつできてる。見て、今日友達誕生日なんですけど、そう、その友達ね、この間ウェルシア行ったらね、私の声聞こえたって LINE してくれた子なんだけど、なんか突然私の声聞こえてビビったみたいな、そう LINE してくれた子が今日誕生日なんですけど、彼氏とディズニーに行ってるらしい。いいね、リア充。こっちだってアイドルリアルに充実してるけど、青春だ。こんな感じ？え？普段のまつげとどう？比べて。違う？なんか分かんない、私に。私には分かんないや。
下手なのかな。かこのマスカラが合ってない、その束にするやつに。なんかこれ まつげの液、マスカラの液が緩いんですよ。そうだからいいっていうのもあるんですけど、私の中では。でもだから固まりづらいのかも、束にした時に。束感ある？あ、でもあるか、こっちよりはあるか。じゃあ左もやっていきたいと思います。怖っ。上手じゃない？左めっちゃ上手かも。なんか右でコツつかんだ。こう持って上に伸ばすと、あ、抜けたけどね、まつげ。悲しい現実だよそれは。そうだよね、持って上に引いたら抜けるよね。当たり前だよね、私バカだよね。そりゃそうだよね。むずいことみんなやってんの？え、みんな、え、まつげの存在感出てる？ほら、わかんねえや。まあいっか、まあ、また研究します。いや、いろいろさ YouTube とかさインスタとかで調べるんだけど、みんなこうやって言ってるからさ、とちょっとわかんない。また研究します、いろいろ。ということで、リップ塗ってアイロンとかしたら完成。アイロンまでしたら終わろう。で、この作業はちょっと広赤見ながらやります。もうね、聞いて、ヒロアカ今シーズン5まで見終わって、映画3つ Hulu さんで出てるうちの2つ見終わった。次シーズン6いきます。今からプルスウルトラ、もうすぐ配信終わるよ。あ、でも確かになんかちょっといつもよりまつげ存在感あるかも、こうやって見たら。あと皆さん、私シャンプー変えたんですよ。そう、一緒のシャンプー使ってくれてる人にはすごい申し訳ないんですけど、シャンプー変えました。え、そう、5あんまなんかさヴィランの話だったから、なんかちょっとよく分かんなかった。解放、異能解放軍とかの話だったから、ちょっとあんま伊豆くん出てきてくれなくて、ちょっと。そう、黄色アンドハニーの黄色になりました、ついに。ずっとねピンクを使ってたんですけど、もうピンクが
ストックがなくなったので黄色になったら、多分私の髪質と黄色の方が合っててめっちゃいい、黄色の方が。だから髪質に合うシャンプー使うのって本当大事なんだなって思った。そう、全然違うなって思う。なんかパサついてた前の方が私の髪との相性があんま良くなかった。香りはこんな匂い、嗅いで嗅いで、こんな匂いでした。前髪切ったんだよ。ということで終わります配信。ちょっと作業と動画と頑張る。ヒロアカ見ながら ということでありがとうございました。今日も冷たい保冷剤だった今日も見ていただいてありがとうございました。明日はなんちゃらそのプレゼント開封配信みたいな感じにしようかなと思ってます。ただちょっと3袋、トートバッグ2袋3袋ぐらいあるのでそう、ちょっと明日だけで終わるか分かんない。終わんなかったら日曜日にします。土曜日か日曜日。金曜日はコナン君を一緒に見ようって感じで、土曜日は最高の教師一緒に見ようって感じなので、その最高の教師前に配信を始めてやるか、日曜日に別でやるかって迷ってます。ってことでよろしくお願いします。それではランキングいきます。1位菊池直久さん、ありがとうございます。2位ネバーストッパーと推しが喜ぶならいくらでも、以下略なんだろう、ありがとうございます。3位サプライズレバーさん、ありがとうございます。4位鈴木一郎さん、ありがとうございます。5位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。6位くじの大吾さん、ありがとうございます。7位ゆきかっこ台湾さん、ありがとうございます。8位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。9位マックミックさん、ありがとうございます。10位すみちゃん、ありがとうございます。11位直吉さん、ありがとうございます。12位哲也とハルピョン大好きさん、あっとなかった、哲也ハルピョン大好きさん、ありがとうございます。13位ベベモンさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーナンバーは6404人なので、6たす4たす違った64たす4で68位誰、にゃんさん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。ということで終わり雑終わり。ありがとうみんな、また明日ね。作業頑張る。私はなんか頑張ります。ちょっと作業配信するとつむじ配信になるので終わります。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。
はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6429人の皆さんに切ってきたいがお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春でした。ありがとうございました。あ、待って、6429人ちょっとは、まあいっか、バイバイ、ありがとうございました。作業頑張ります。おやすみー。